哇，你吐了！哎呦，你吐了！真的，一百次！哎呀，哥呢？喂，刚好被丢了，就是没事了。妈妈好厉害。
ะค่อยかわいいペンギン、ペンギンの着ぐるみ着てるじゃん。
で北海道だとあの私たちもですねスーパーとかでよくあの見かけるあの魚なのでそれほど珍しい魚ではないかなというふうに思うんですけれどもあのスーパーではですねこの形ではなくて開いた形で売っていることが多いので、中にはですね開いたあの状態がホッケの形だというふうに思っている方もいるんですけれどもあの本来の形はこの形ですね。であのもう一つはですねあのオオナゴというこの長い魚になります。こちらはですねスーパーで見かけるってことはほとんどないですね。あの私の前の担当者がですね一回これがどんな味がするんだろうって言ったら食べたことがあるらしいんですけどあんまり美味しくなかったそうですね。であのこれがですね小さい時ですねあの時はですねあのキビナゴとかあのでですね、砂だけで食べたりもしている時期はあるみたいですね。でこのアザラシの食べ方に注目してほしいんですけれどもこのホッケの場合ですね必ず頭側から食べます。今もちょっと真ん中の辺を噛んだんですけれどもあの頭からあの持ち帰って食べてますね。でこっちのあのオオナゴの方はですねあの尻尾からでも頭からでもどちらからでもあの食べています。でそれはですね、ホッケ結構あの鱗が硬くてですね、あのヒレとかも大きいです。でこういうのがですね、あのアザラシ、あの餌丸飲みしますので、噛んだりしないんですよね。丸飲みしますので、喉にかからないようにあのそういう風に食べていますね。オオナゴの方はつるっとしているので、あまりですね、喉がかからないので、あのどんな方向からでも飲み込むことができます。でじゃあなぜ、飲み込んでいるのかっていうところなんですけれども、アザラシたちですね、あの自然界ではあの食べられる側にもなりうるんですね。あのサメとかですね、シャチとかにあの襲われる可能性もあります。で、そういうあの敵にですね、あの魚を噛んでゆっくり味わって食べるんですね。あの海の中に魚が寄ってその匂いでですね、を引き寄せてしまうという可能性がありますので、そういうことがないようにですね、あの丸飲みしているということですね。ではですね、あの今ちょっと取られちゃいましたね。あのすごく動きが若いのが早いので、こう大人だけにあげるのも難しいんですけれども、できるだけちょっと取られないようにですね、あげるように、あげるようにしています。で水族館ではですね、あのアザラシだけじゃなくてよく似た動物でアシカとかもいると思うんですけれども、じゃあアシカとアザラシの違いって何かなっていうところを少しだけお話ししようかと思います。で、あの取られちゃいましたかね。ちょっと早いですね。はい、同じですね、ヒレアシの仲間といって、あのアシカもアザラシも同じグループには入るんですけれども、いくつか違うところがあります。まず見た目なんですけれども、耳ですね。アシカっていうのはですね、耳たぶがあるのであのしっかり分かりやすい耳があります。で、アザラシの場合はですね、あの耳はあるんですけれども結構低いですね。目の少し後ろの方に穴が開いているところがあって、そこが耳になります。で、それからですね、歩き方もちょっと違うんですよね。で、なかなか最近上がってはくれないんですけれども、あの腰上がってきてくれたらですね、次トレーニングをするときには上がってくると思いますので、あのぜひ歩き方も見てほしいんですけれども、あのアザラシの場合はですね、イモムシのように体をくじくじさせて移動します。で、アシカはですね、結構足とかを器用に使ってあの歩くっていうのが見られるんですけれども、アザラシの場合はですね、あの泳ぎの方にですね、すごく特化した体になってますので、あまり歩くのは得意じゃないですね。結構ゆっくり、あのイモムシのように立って歩くっていうのがアザラシの特徴になります。で、まあ、他にもですね、あのいろいろ違いっていうのはあるんですけれども、あのぜひですね、あのアシカとアザラシ両方いる水族館などに行った時にはですね、そういうあの違いとかもですね、見比べながら見てもらえたら、あのもう少し楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、あのアザラシですね、あの結構模様があるっていうのも特徴の一つになってるんですけれども、あのこのゴマフアザラシだけではなくてですね、他のアザラシの種類とかですね、
実はですね、結構模様、違いがあります。なので、皆さんもですね、ゆっくり新しい観察してもらったら、1個台ずつですね、見分けがつくようになるんじゃないかなというふうに思います。皆さんも無理です。それではですね、ちょっと、京都アザラシの、関係っていうところにもね、着目してお話をしようかなと思うんですけれども、アザラシたちですね、こうやって見てたらですね、結構皆さん可愛いなと思ってもらえるかなと思うんですけれども、実はですね、アザラシは可愛いだけではなくてですね、漁師さんたちにとってはですね、すごく魚を食い荒らされたりとか、魚を食べる、魚を取るですね、網を破ってしまったりとかですね、困った存在にもなっています。で、結構ですね、年間のその漁業に与える被害っていうのはですね、億単位というふうに言われてますので、すごく困ったですね、ことを引き起こす、害獣というような扱いも受けているんですね。で、それからもう一つはですね、アザラシだけには限らないんですけれども、海に漂うプラスチックの問題があります。で、プラスチックごみですね、海に流れ着いたプラスチックゴミをですね、アザラシたちが間違えて食べてしまったりだとか、あと袋とかですね、かぶってしまって息ができなくてですね、死んでしまったりということも起きています。で、なかなか皆さんですね、アザラシのことを考えているのではないかと思うんですけども、ぜひですね、動物園に来ていただいたので、この機会にですね、自然環境とか野生動物のことにもですね、興味を持ってもらって、そういう話題が出た時にはですね、思い出してもらえたら嬉しいなと思います。で、皆さんにもですね、ゴミを減らしたりとかで、ゴミを出さないっていうようなですね、そういうことでもね、できるようなことあると思いますので、ぜひですね、もし頭の片隅にそういうことを置いて過ごしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。それではですね、餌もですね、もうすぐなくなってきますからね、この後ですね、トレーニングをしていこうかなというふうに思います。ちょっと放送が入ります。お客様のお呼び出しを申し上げます。はい、それでは最後のですね、魚になりましたので、これを挙げてですね、ここでのトレーニングに移ろうと思います。はい、で最後ですね、殻のゴミを見せるとみんなないなーと思って、もう消化にしますね。はい、ありがとうございました。興味ある方はですね、この後ここでトレーニングしますので、ぜひ見に来ていてください。ありがとうございました。아니나여기있다아아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 아
はい、やった。이많이먹어요와여기물에도가네아이게줄서서먹나보네오고등어같아저렇게생긴고등어같아고등어네얘가한바퀴돌면서에너지를모아서아이제그힘을해가지고한바퀴툭툭뛴다이거지하나둘셋뒤집는아교육이잘됐네하나먹고나가면그런게돼있나보네파트만받는거고중앙상태도상당히좋아요뭐쟤네들은Thank you.
疲れてるね。疲れてるね。カフェトールですね。疲れてる。
Kind of like Tiger, yeah.
Ja, ik maak mama uit Juba. Besai kita mak, besai kita. Besai hit shop eng ah, besai hit shop eng. Ya. Uflash ah, uflash ini besai ah. Itu kan usia lah besai uflash. I won't know.